まあ、柳町はですね、緑と文化の街というぐらい、まあ、自然豊かな街なんですけれども、スポーツをしたり運動したりとしようとすると、特にあの町民をこぞっての運動会をしようとすると、中学校のグラウンドを使うのがもう精一杯。ところが中学校のグラウンドの近くにはほとんど、駐車場が十分にないということで、まあ、運動会なんかやった時にはもう大渋滞が起こるというような中で、町民の皆さんがこぞって運動ができたり、またスポーツに気楽に親しんでいただけたりということで、まあ、総合的な運動公園というのを整備しようということで、この柳町総合運動公園ができてきたと。でそのまあシンボル的な施設がこのドラゴンハットということになるかと思います。でまあ、見渡していただくとですね、この周りが囲われているわけでもないので、今みたいな時期ですと非常に風通しが良かったり、でまた一方で屋根があることで直射日光が避けられる、しかも地面は土で、グラウンドのような利用ができる、またここへ車を乗り入れてもらうこともできますので、まあ、多目的にいろんなことが使える、しかも利用者の方の人数をできるだけ広げることができると、まあ、例えば客席なんか作るとですね、どうしても普段使わないような状態でも客席があるということですけど、まあ、必要であればベンチを置いたりいろいろ工夫をすることで客席として設けることはできるけど、普段はまあフルに使っていただけるような施設というふうに考えて、このような形になっています。スポーツイベントで多く使っている、いただいていることは もちろんなんですが、例えばあの企業さんの見本市ですとか、雨の心配もなく使っていただけるということがあるということとか、例えばあのドッグショーのような賞をかなり全国レベルの大会もされていることもありますし、また企業さん方の納涼祭ですとか親睦会とか、まあ、そんな形でも広く使っていただいていることもありますし、まあ、フェスティバル的なこともされていることもあります。実はあのこのドラゴンハットは大変あの有効な施設ではあるんですけれども、一つネックであったのが、音がですねなかなかうまく伝わらないということがあって、それは多分このドームのような形になってて、マイクの音量を上げれば上げるほどそのハウリングしていくということとか、あとは音が割れていくということがあって、で特にこのイベント開催をするときにはやっぱり説明であったり挨拶であったりというのはすごく大事なんですが、そこの音が聞き取れない、もっといや中身がわからないというようなことがよくあります。合わせて、スポーツイベントなんかやったとすると音楽を流したりするんですけど、その音楽がもう割れてしまって、場合によってはもう音がない方がいいよねというようなこともあったりするようなネックがありましたので、まあ、ここを何とかしてというのが、まあ、一番大きな願いだったんですね。残響がまあ長いということで、あの実際測定してもらったことがありまして、その時にまあ6秒とか7秒ぐらいの残響時間があったわけなんですね。例えばゲートボールをされている時にスティックでボールをカーンと打った後に、その響きがカーンとこう長い間残っているという、まあ、そういう特徴がまあありました。おはようございます。競技委員長の上下平です。本日は朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。このような青空の下で競技できることを大変嬉しく思います。建物の特徴として吸音がまあされてないので、それ音を出した後に響き感がすごく残っちゃうという特徴がありまして、スピーカーによって改善できたらなというお話はいただいてまして、で、まあ、方法としまして、まあ、ラインアレイ型のスピーカーを使って直接の音を聞かせるとか、あとはもう小型のスピーカーを周囲にいっぱいつけまして、まあ、お客さんの耳に近いところから音を鳴らすとかっていう改善とかもいろいろ試してみてはいたんですけれども、まあ、その中で JBL のインテリボックスのまあご紹介のメーカーさんからいただきましたので、まあ、これはということでお客さんの方に紹介させてもらって、まあ、デモとかをやってきたというところでありますね。インテリボックスをご紹介するときに、まあ、1本長いスピーカーを、町民運動会で真ん中に設置させていただきまして、それであの特に開会式の時の、アナウンスの声が、すごく直接音が皆さんに聞こえてた、まあ、自分も周りで聞いてたんですけども、それがすごく印象に残りましたね。でこのスピーカーでだったら、まあ、いけるんじゃないかなという、まあ、確信も少しそこで思いました。賞状準優勝村地総合木材株式会社キーチームは利用町長会ドラゴンハットソフトボール大会において優秀な成績を収められたので、その栄誉を称えこれを賞します。平成30年9月2日利用町長西田秀治代読事業団理事長。
まあ、1台ということだけで、まあ、細長いスピーカーですから、まあ、どのぐらいの威力があるのかなと思ってましたけれども、まあ、1台でもすごくその安定的な音が出たり非常に響きが良かったりということで、はい、スピーカー1台でこんなに変わるんだねってなことを、当時なんか話してたようなことを思い出しますね、はい、とてもいい音が出てるっていう印象を持ちましたね。おはようございます。競技委員長の上下ひらりです。本日は朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。このような青空の下で競技できることを大変嬉しく思います。それでは注意事項を申し上げます。各競技開始予定時刻の10分前になりました。選手入場の前にお集まりください。赤、白、青、緑の4色のプラカードが立ててありますので、ゼッケン順に並んでください。競技場内は近隣に並んでいますので、おたばこは喫煙所に行くようにします。まもなく競技開始時刻となります。プログラムナンバー1、 100m 走に参加される方は選手入場門の前にお集まりください。まずこの施設の大きさ、図面とかを日比野さんに相談しました。でそこでシミュレーションを実際していただいたときに、この広さをカバーするにはそのインテリボックスが6本必要であるということをシミュレーションに出していただきました。で実際スポーツとされる場合に正面がどこになるかわからないという、特性もありましたので、特に正面側として設けるわけではなく、シンメトリックスに6本のスピーカーを配置するという案を作ってもらいまして、なおかつスピーカーがそれぞれ距離をコントロールできるというか、音の到達をコントロールできますので、お互いのスピーカーの音が重ならないように、そういうようなコントロールをしながら、まんべんなくグラウンドをカバーするというようなシミュレーションで6本になっております。デモで1本の時の音を聞いてすごく良かったんですけども、実はこれが6本になった時に、6倍になってちょっとワン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 してしまうんではないかなという、そういう不安はもちろんありましたが、実際6本で音鳴らした時に日比野さんに調整はしてもらったのが特に効いてると思うんですけれども、真ん中でスピーカーの等間隔になる場所で聞いても、両方のスピーカーが混ざり合って変な音がするわけでもなく、少しずれると片方のスピーカーが聞こえて、逆にずれるともう片方のスピーカーが聞こえるというふうに、それぞれのスピーカーの範囲に綺麗にカバーできててすごく驚きましたし、余分な残響感っていうのも前のシステムと比べたらもう格段に減ったので、マイクの覚醒が特に明瞭度が上がって驚きました。早速に今使っていただいている方々にはやっぱり音がしっかり伝わるようになったということを言われてますし、また運動会、体育祭等で利用をいただいていることもあるんですが、そこではやっぱり音楽をかけることになる、その音楽の音がまたいい音が出ているということは感じますね。あと、スピーチですね、特にここでいろいろな大会をしていただくときには、司会者の方の進行と、それから挨拶というのは大変大事なんですが、今回のこの導入で、とてもクリアに声が聞こえたり、挨拶の中身がよく分かるということは皆さんからおっしゃっていただいています。導入してトラブルはゼロです。この施設が、半屋外、屋根付きのグラウンドでありますので、砂ぼこりがすごくて、スピーカーに対する砂ぼこりがどれぐらい影響あるかっていうのはすごく不安でしたので、インテリボックスには、屋外仕様、IP の55という仕様がありましたので、その点でもインテリボックスを採用したというところであります。このインテリボックスは、もちろんラインアレイの特性もありますし、音の到達距離であるとか出る形をすごくコントロールできていますので、特に残響が大きい建物ですね、体育館であるとか、防滴ですのでプールとかにも行けるんじゃないかなということは考えています。最初にもやっぱり吸音を考えた上で、さらにこのスピーカーを使うことによってよりいい
音響システムが提供できるのではないかなというふうに思っていますので、まあ、どんどん使用化していきたいなというふうに考えています。まあ、こうして見ていただくとですね、左右にこう対称にですね6本組まれているのが、あのこのドラゴンハットにとても馴染んでて、まあ、鉄のこの施設ですけれども、まあ、それにもマッチングしているのでとてもいい感じだなという印象を持っています。そうですね、JBL の海外ブランドですので、やっぱりサポートであるとか故障した時にどうなのかっていうのはすごく懸念するところであるんですけれども、日比野さんの方で、まあ、サポートですね、シミュレーションであるとか、まあ、故障した時 あのすぐ飛んできてくれるとかいうところに安心感がありましたので、まあ、全然問題なく安心して進められました。そうですね、ちっちゃなスピーカーから大きなスピーカーまで、あと屋内用、屋外用、さまざまなスピーカーがラインナップされているので、すごく選びやすい会社だと思います。まあ、今後も積極的に対応していきたいなという会社であります。はい、もう間違いなく素晴らしい施設だと思っています。